グッドモーニング YouTube。今日は東医療センター柴橋先生より左心耳を切る話。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日のテーマはですね、手術の時に、ついでに左心耳を切ろうというのがテーマです。よろしくお願いします。聞こえてますか、声。はい、聞こえてます。ですね、心房細動と、左心耳血栓、そして甲状腺っていうのはもう切っても切り離せないものですけれども、左の表はですね、どれだけの頻度で血栓ができたということではなくて、血栓というのはどこにできるかという頻度を見たものですけれども、このトータルのところを見ていただくと、大体90%ぐらいがもうやっぱり左心耳に血栓は AF の人はできていて、左心耳からの血栓由来の脳梗塞が多いことは、もう明らかになってきています。抗凝固薬が必要ですけれども、右のグラフを見ると、リアルワールドでのこれ解析になるんですけれども、AF 患者さんの3、4割という方は、2年で、何かしらの理由で抗凝固薬をやっぱり中止しなければいけないということが、分かっています。で、なので、我々は左心耳に介入することが、一つ脳卒中の予防に、寄与できると考えるわけですけれども、今日のテーマの左心耳切除っていうのは、実は全然エビデンスがなくて、あんまりお話しすることができないんで、我々内科で、関わるところといえば、左心耳の閉鎖術ですね、経皮的カテーテル閉鎖術がありますので、その話を少しバックグラウンドにさせていただいて、本題に入りたいと思います。ウォッチマンが、出ていますけれども、ウォッチマンのトライアルで、大きなランダマイズがこの2つで、この2つを覚えればいいんではないかなと思ってますけれども、プロテクト AF トライアルというのと、プリベールトライアル、この2つがあります。いずれもですね、ワーファリンと比べて、有効性がどうかということを検証しているものですけれども、抗凝固薬に比べて、脳卒中、全身の側損傷、心血管支、いずれにおいてもですね、非劣性であることが、分かりました。この患者さんたちは全員ですね、非弁膜症性の心房細動で、チャズスコアが2点以上のハイリスクの人たちでしたが、抗凝固薬と比べて、変わらず予防できることが分かります。その後はですね、あんまり大きなトライアルがないんですけど、今言ったプロテクト AF トライアル、プリベールトライアル。で、これの、ですね、この時主義がいまいちだったんで、同じ全く条件下で違う患者さんたちを集めたのが、このキャップトライアル。プリベールの進化したものはキャップ2トライアルということで、ランダマイズがこの進化系のこれしかなくて、WASP というのは観察研究で、エボリューションというのも観察研究なんですけど、これぐらいしか実はトライアルがありません。ただ全部が、比較しているのがワーファリンの抗凝固薬になっていて、この青い線は全く何もしなかった人たちのストロークイベントだとすると、オレンジの線が抗凝固薬、ワーファリンを飲んだ人たちですけれども、おしなべてそれよりは、非劣性ですけど、いいんではないかと、予防効果がありそうなことが分かっています。一応5年の長期フォローまでも結果出てますけれども、非常に興味深いのは、非劣性でしたが、5年の長期結果で見てみると、一番はですね、オールコーズデスを、ギリギリいつまたかなかったんですけど、下げることができたということと、やっぱり出血性の脳梗塞を予防することができる。もう一つは、障害が起きるような巨大な血栓塞栓症イベントっていうのも、ウォッチマンは抑制することが分かりました。そして、ウォッチマンは、一応、抗凝固薬を少し中止できるということで、出血イベントも抑制できる。で、この右のグラフがオールコーズデスのカプラン・マイヤーですけれども、この論文で述べられてたのは面白いのは、抗凝固薬をずっと使うことの基本的な基礎事故率というんですかね、は永遠に続くわけで、長い目で見れば、やっぱり全死亡っていうのは広がるんじゃないかというのが言われています。ウォッチマンは、ワファリンは何ヶ月で切ってますか？後で出しますが、少しあ、はい。頻度がありますね。45日ぐらいで切ってます。安全性については、初期の手技成功率に比べれば、成功率は格段と上がっていて、もうほぼほぼ100%近く、手技の成功率は、維持できています。初期の段階では非常に多くの重篤な合併症ありましたが、これもだいぶ下がってきていて、ただ、2から4%での重篤な合併症が生じていますので、カテーテルの中では多い合併症のような気がします。今、高田先生がおっしゃられました、一つの問題点として、抗血栓薬、ウォッチマンはどうなのかということですけれども、ここは少しやっぱり、絶対に抗凝固も最初から中止できるわけではないと。先ほどの大きなトライアルは全部これにのっとってやってますけれども、
植え込みして45日間は抗凝固薬とサプトの2種類の抗血栓薬が必要になるということと、その後は軽食道エコーをして左心耳がしっかりシールされてるかされてないかに分かれて、薬が減るかどうかが決まっていきます。ただ、まあ、しっかりシールされたとしても半年間はダプトが継続するわけで、その後は永続的にサプトが続くわけなので、抗血栓薬の中止というのは実はできないというのがウォッチマンの一つに弱点です。実際ですね、出血ハイリスクだからウォッチマンを入れるわけですけれども、そういった人たちってどうなってるかというと、術後早期にはやっぱりダプトとオワックが8割ぐらいの人に入っていて、最初に中断考えるときっていうのも、ダプトの人たちが、3割ぐらい入ってます。半分しか、サプトにすることはできないということが分かってますし、2年のフォローアップをしてもサプトになれるのは実は7割程度ということで、サプトへの変更もすぐにはできていないのが実情です。右のグラフは大きなトライアルでの、実際での、中止の、期間と、周囲を見ていますけれども、半年経ってサプトにできたのは5割に満たなくて、1年でやっと7割5分、2年経てば9割ぐらいがサプトなので、まあ、2年ぐらいサプトにできるまで許容する任用性がないと結局はウォッチマンもきついということが分かります。あともう一つ最大の問題点ですけど、すべて対決していたのがワーファリンということで、今はドワック時代ですが、ドワックの内服はそもそも出血が、イベントが少ないんで、ドワックと戦わせるとどうかなというトライアルですけれども、ちょっと人数が少ないのと、あとは先ほどみたいな大規模ランダマイズじゃないのと、まあ、いろいろと問題があるかもしれませんけど、このトライアルで見てみると、ウォッチマンの適用基準であるハスブレッド3以上のハイリスクな出血の患者を集めてきても、左心耳閉鎖とドワックの内服で比較すると、脳卒中の予防は、非劣勢でしたけれども、出血に関しても実は優位差がつかなかったということで、まあ、ウォッチマンをしなくてもドワック、出血のイベントが少ないドワックを飲めば、実は別に済むんじゃないのということで、ドワック時代で、まあ、ウォッチマンが変わるものなのかどうなのかというのは、少し疑問が残るのが今後続きそうです。まあ今のまとめると、AF 患者の血栓の 90% は左心耳由来です。で、ワーファリンに比べれば、まあ、非劣性で出血は優位に減少させましたが、主義に伴う重篤な合併症としては、まだ 2-4% と少し高い確率で起きています。そして結局のところ、抗血栓薬も何かしらを導入しなければならないというのが一つと、ドワック時代ではもう出血イベントも同程度かもしれません。なので、左心耳閉鎖はもうかなり成熟した主義になってしまっていて、成功率ももう十分。あとは合併症率を下げるんですけれども、もうそれもだいぶ下がってきているんで、これ以上どうやって下げるかっていうところが一つと、抗血栓薬を、まあ、少し変える方法もあるのかもしれないですけど、なんかこう、やり方が飽和しつつある主義かもしれないです。ということで今回は、閉鎖じゃなくて切除しちゃえばいいんじゃないのというのが一つで、けれども全然エビデンスがないんですよね。2020年のサーキュレーションに一つ出てますけれども、左心耳摘除をすると。で、これは AF 患者さんがバイパスする際に、まあ、ついでに取っていく。そうしたらどうかという試験を見てますけれども、これのリミテーションは30日の短期予後しか見れなかったことですが、30日の短期予後では、実はストロークに関して、摘除してもしなくても、イベントは変わりませんでした。全死亡も変わりませんでした。にもかかわらず、再入院は摘除した方がむしろ多いという結果になりました。で、右の表を見てみるとですね、何で一体その入院が起きているかですけれども、術後の呼吸不全と急性の腎障害が、優位差を持って左心耳を摘出した方が多いことが分かります。非常になんでこんなことが起きるのかというところなんですけれども、ですね、昔の報告で見てみると、左心耳っていうのはそもそもまあ人間に付属している臓器ですけど、いるのかいらないのかって言われるとちょっと曖昧ですよね。よく分かんないところがあるんですけど、左心耳からは実は NPK が出てるんじゃないかと。特に ANP が多く出てると左心耳は言われてます。
左心耳を摘出したこのオレンジの群と左心耳を閉鎖した青色の群で見てみると、左心耳を閉鎖した群っていうのは、まあ、3ヶ月経ってもほとんど体液のホルモンバランスが変わらないんですけれども、摘出した群っていうのはまあ結構変わるんですよね。摘出した直後っていうのを見てみるとですね、左心耳に何かデバイス入れると左心耳がストレッチするんで、ANP が多く出る、うん、なので LA のオクルージョンした直後っていうのは、ANP、BNP の分泌が多いことが分かります。一方で取っちゃうとやっぱりそれはもちろん急性期には、ANP、BNP は下がる。ただ右心耳が残ってるんで3ヶ月を見ると変わらない。なので先ほどの摘出した群で急性の呼吸障害とか腎障害があったのはこれが影響してるんじゃないかっていうのが一応言われていて、摘出が本当にいいことなのかどうかはよく分かってないのが実際です。アメリカのガイドラインだとリーズナブルの判定でエビデンスは全くないというふうになってました。ということで今回の入院ガムですけれども、摘出したらどうなるかということです。方法は、多施設のランダム化、インクルージョンは18歳以上、人工心肺を使用した心臓手術、心房細動または心房粗動の寄与がある人です。エクスクルージョンは以下の通りですね。閉鎖方法は3つの方法を今回は取ってます。ステープラーでガチャンとしてくるのか、真ん中が一番推奨されてましたけれども、左心耳を切除、そしてそこを数値していく。もう一個は、デバイスを使ってですね、心外膜から左心耳を閉鎖してくる。まあ、スティーブはちょっと似てますけど、やるということですね。で、真ん中のがほぼほぼ今回の試験で推奨されてて行われている方法なんですけど、実際、どうやってやってるのかって結局話し合いになると思ったんで持ってきたんですけど、見えます？あ、見える。これがなんか乗ってたやつなんですけど、こういうふうに、まあ、開胸下で、左心房をまず切開入れて、これもうこういうふうに本当大胆にこのハサミでちょく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 切ってるんですけど、切って切って切って、で、ちょっと残ってるところもしっかり切って、切って切って、結構もう追加の、なんていうんでしょう、デバイスもいらないし、手技時間もすんごい早いんで、すごい簡単なんですよ。切って切って。真ん中のやつですよね、これ。そうです。で、切れたなと思って、十分切れたことを確認して、今縫ってるんですけど、こういうふうに数値はして、閉鎖してくる。ちょっと長くて申し訳ないんですけど、あと10秒ぐらいで、最終的に、心耳を取って、こう、縫い合わせて、これが最終段階ですけど、ここ一直線に縫われているところですね。という手技です。アウトカムは、血血性脳卒中をプライマリーとして、あと全身性の側線症もプライマリーアウトカムで見てます。セカンダリーアウトカムは、その複合と全脂肪、短期の予防と、まあ、手術で少し追加の、手技を加えるので、それによる胸腔奴隷の排液量が増えなかったかとか、48時間以内の出血が増えなかったかと。の見てるのと、左心耳摘出で、まあ、心不全入院が増えたという過去のことがあるので、心不全入院がどうかということですね。あとは、まあ、いらない手技治療を含めると、まあ、心筋梗塞の合併が増えるんじゃないかとか、あとは出血というのを見てます。外科の手術なんですけど、すごい人数のランダマイズの人数が入っていて、2012年から2018年、27カ国105施設で行われて、4811人も、登録患者がいました。2群に分けていて、2379人と2391人で、最終的な解析を行っています。平均のフォローアップの期間は 3.8 年でした。ちょっとグラフがビジーなので左に載せましたけれども、平均年齢は71歳です。男性が 68% 程度。平均のチャズバスクスコアは 4.2 点と、脳梗塞のリスクはハイリスクな人たちが今回含まれています。一方でですね、ハイリスクなのに、手術前に抗凝固を飲んでた人は実は半数しかいないというのもなんか少し驚きですが、半数が抗凝固を内服していた。手術の、
種類ですけども CABG が 20%、 バルブサージェリーが 20% 程度でした。ですね、それぐらいですね。で、今回の結果になりますけれども、一番上見ると虚血性脳卒中または全身側栓症に関しては、ハザードレシオ 0.67 という形で、写真時を摘出した方が、脳梗塞または全身側栓症のイベント抑制に、寄与しました。個別に見ても虚血性脳卒中というのに、まあ、最も、なんていうでしょう、リスクリダクションを得ることができたというのが結果です。一方でですね、この青字は先ほど少し気になったところですけれども、写真時を摘出したからといってハートフェイラーの入院は増えませんでした。急性期の30日以内の脳梗塞の予防には今回の主義は実は寄与しないわけですけれども、急性期の30日以内の脳梗塞というのは実は心臓手術そのものによる合併症が多いそうなので、写真時を取ったからといってそれは寄与しないんじゃないかというのが一応考察です。その他にはですね、これですね、術後30日以降で見れば、まあ、プライマリーエンドポイントと同じように、十分な側栓症イベントを予防できるというのが分かります。あとは入院中の心不全で、入院期間が延長しなかったかどうかというのも見てますけれども、それに関しても両群で差はありませんでした。バイパスタイムに関しては、113分だったのが119分になる程度なので、まあ、先ほどの左心耳摘出というのはもう非常に少ない時間でできるということが分かります。カプラマイヤーですけれども、まあ、形時的に開いているのが分かるのが一つと、ノークルジョンではやはりどんどんどん上がっていくと、形時的に脳梗塞というのは、イベント抑制をすることは難しいということも十分分かります。サブグループ解析していますが、年齢が高くてもチャズスコアが4点よりも高くても4点よりも低くても、その他にはですね、手術中にアブレーションをした群なんかもいますけれども、したとしてもしてなくてもですね、全てのサブグループで一貫して左心耳の摘出というのは脳梗塞の発症イベントを抑制することに効果がありました。これがあれなんですけど、今回のトライアルの一番の問題はですね、ウォッチマンと違って左心耳を摘出したから抗凝固薬をやめる主義ではないというのが最大のリミテーションであり、最大の今回のトライアルのもっと発展しなければいけないところなんですが、結局は、摘出した群も摘出していない群も8割ぐらい抗凝固薬を飲んでた人は3年経っても8割ぐらい飲んでる、まあ、どっちも抗凝固薬は同じような割合で飲んでる中で、心臓手術をした人が追加で摘出をすると脳梗塞イベントを下げたというのが、今回のトライアルの最大の肝かもしれません。ディスカッションです。心房細動と脳卒中リスクの高い患者では、心臓手術時に左心耳切除を追加することは、側栓症イベントを低下させました。で、左心耳切除っていうのは以前では心不全の増悪リスクとして考えられていましたけれども、今回では早期および長期で見ても心不全入院は増加しませんでした。また主義による何か合併症、手術時間の延長もありません。抗凝固療法との比較はしていないので、左心耳切除を代替療法とすることはできません。そしてそれが今回の最大のリミテーションです。ただ、抗凝固療法っていうのは脳卒中のリスクを、60% も、リダクションすることが分かっていますが、先ほどのカプラマイヤーのお見せした通りで、やはり全ての脳梗塞を予防することはできない。左心耳切除を追加で行えば、そこからさらに 30% のリスクリダクションを得ることができるのは非常に効果があることだと思います。コンクルージョンは今言ったような形ですね。左心耳の切除をすることは大きな有害事象なく脳梗塞のリスクを軽減させます。以上です。はい、ありがとうございました。今日はニューイングランドジャーナルで、あれですかね、ACC で発表されたラストトライアルですかね、からの発表。で、まあ、LLA、まあ、左心耳を閉鎖もしくは取ってきたら、まあ、そうじゃない人よりは全身の側栓症イベントが減ったと、まあ、それを心臓手術の時に一緒にやってきたらよかったんじゃないかということですが、やっぱり抗凝固薬の量っていうのは変わってなかったよということが一つの大きなリミテーションですかね。これは全員心房細動患者ってことでいいんですかね。
心房細動か心房粗動ですね。で、その割合は ですね、あれ、ごめんなさい、AF の種類を書いてありますね。書いてあります。うん、AF としての心房粗動の割合はどこかあったんですけど、忘れました。すみません。パーマネントが 30%、アシステントが、まあ、24%、あとはパフっていう感じですね。はい。わかりました。まあ、左心耳がなくて、それでも、で、工業庫もやってて、それでも即戦イベント起こっちゃう人っていうのは、どういう人になりそうですか？まあ、ちょっと僕の推測でしかないですけど、なんでそれがどこから起きたかは今回言われてないですけど、一番最初にお見せしたので、まあ、F 患者すべてが左心耳にできてるわけじゃないっていうことですかね、うん、はい、1割ぐらいはやっぱり細胞内にできちゃう方がいるみたいなので、まあ、左心耳切除がすべての血栓予防にはやはり難しいのはそうなのかもしれない。そうですね、でもそういう人は、まあ、もしかしたら工業庫も効きにくいのかなってちょっと話聞いて思いました。まあ、左心耳取ったとしても怒っちゃう人がいるってことですよね。必ずしも心原性の側線じゃないからじゃないですかね。それもありそう。ああ、なるほど。キー性とか。キー性っていうか、まあ、A2A もあるし。ああ、なるほど。そうですね。ラクナもあるからってことかなと思いますけど。ありがとうございます。岩波先生、もしよければコメント等ありますでしょうか。ありがとうございます。すごく面白いデータで、まあ、外科手術の時に取ってくるというのは、まあ、悪くないのかなっていうのを、まあ、裏付けるいいデータだったのかなというふうに思いますけど、今回の患者さんたちって、術後に PVI されてる方もいらっしゃるというふうに話してたんですけれども、術後の同調率、維持率とかっていうのは書かれていました？全く書かれてなかったです。そうなんですよ。ありがとうございます。そうですよね、術中の、アブレーションはですね、サージカルアブレーションが大体どちらも3割ぐらいされてますね、有意差なく。ただその後それが最多だったかどうかはちょっとすみません先生、わかんないですよ。ありがとうございます。ちなみにこれ脂肪は見てるんでしたっけ？はい、脂肪も見てます。全脂肪は有意差なかったですね。あ、なるほど。まあ、イベント減らしたってことですね。でも結構そのさっきのなんていうかね、フォレスタープロット、ボックスプロットっていうか、では、EF がいい人でも結構効いてたりとか、ね、EF に関係なく効いてるっていうのは結構インパクトあるかなと、個人的には思いました。そうですね、渡来先生、まあ、不整脈関連ということですが、もしコメントできそうでしたら、あ、白谷です。あ、どうぞ、渡来先生、さっきお願いします。すいません、ありがとうございます。AFA プラッターがないとこれには組み込まれないんですかね。全く関係なくても切っちゃうっていうのはありえないですか。それは例えば腹部の切除、手術なんか関係なくても中水切除とかすると思うんですけど、同じだよね。そういう考えには至らないですかね。まだ AF じゃない人のトライアル1個もないですね。AF でもあんまりないんで実は。ただその中水と僕全く同じと思ってたんですけど、なんか左心耳はちょっと違うかもしれないなっていう気もしてきてて、少し、ホルモナルの臓器としての役割もありそう、ありそうですね。あ、それは、あれですか、ホルモンの問題ってことですか？そうですね、はい。あ、渡辺先生どうぞ。ありがとうございました。大丈夫です。はい。はい、白谷先生どうぞ。ありがとうございます。面白かったです。直接比較難しいと思うんですけど、カテーテル的な左心耳閉鎖時と比べてどっちの方が良かったんですか？難しいですね。リスクリダクション比とか NNT とかそこら辺は、ですね、ウォッチマンがですね、その工業庫に追加してやったことがないんで、っていうのは、一応プロトコールがさっきみたいに走ったんですよね。この、なんて言うんでしょう。はい、相手はワンファインの連続的に飲むのに比べて、こっちはこういうふうに、プロトコールが少し変わるんで、今回のトライアルはみんなずっと工業庫になってるだけなので、
比較ができないんですよね。難しいですね。単純にどっちの方が脳梗塞を起こしてないって比較すると、単純に左心耳閉鎖プラス工業庫の方が良かったってことですか。あ、そうです、そうです。それはそうです。工業庫と、ウォッチマンは比較したら変わらないんで、この工業庫と追加だったら追加の方がいいんで、工業庫このその、だから工業庫を真ん中に持ってくれば、今回のが一番いいんです。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、さっき柴橋先生がその左心耳の働きもやっぱあるってことだったんですけど、まあ、今回取って、まあ、割といい結果になってくるとすると、逆に考えるとあんまりこうやっぱり意味はないのかなってちょっと思ったんですけど、その左心耳のメリットっていうかですね、それを改めてどう思いますか。左心耳は意外と面白いですね、調べてたら。まあ、これすごい N が少ないんであれなんですけど、実は9世紀にはさっき言った通り、NPK がなくなっちゃうんで、よろしくないような気もするんですけど、はい、NPK と心耳から出てるところで最終的には強化される。一方で、左心耳のところにはですね、ラスキーと調節する自律神経の入力と出力があるみたいで、取っちゃうとラスキーがものすごい下がってる。僕たちから言うと下がれる。下がれるっていうか、いい面に働きそうですね。レニンとか、アルバス系の。下がるんですね。だから、左心耳って、なんか意外とどうなんか面白そうです。全然答えはない。取ったら下がるんですよね。そうなんです。はい。ああ、そうなんですね。今回のトライアルでは、まあ、OMT というかラスとかはどれぐらい飲んでました？ですね、心不全の患者がそもそもそんなにたくさん入ってないんで。そっかそっか。工業庫の内服の仕分けしかなくて、アートフェイラーとかで絞ると意外と面白いかもしれないですよね。そうですよね。F が7割で、アートフェイラーは、半分いますね。半分はいます。6割。じゃあ、お薬は、心不全薬はあんまり入ってないかもしれないってことですよね。ですね。F ばっかり。心臓手術はもう結構バラバラでいろいろですね。そうですね。はい。わかりました。ありがとうございます。十条先生、コメントはありますでしょうか。なぜ左心耳内にある血栓がこう出てきちゃったりというか、その脳塞栓の原因に なっちゃうんですかね。それ根本的なことなんですけど、洞窟の中にいる虎がですね、なぜ表に出てくるのかっていうのはどうしてですか。そうですね。ちょっと待って、わかんない人もね。あれ確かになんでだろう。実はわかりますか。なんかそのスタンドスティルで心房中隔にくっついちゃうっていうのはなんとなくイメージができるんですけど、なんていうかこう入り口までこう血栓がわーって溢れてきちゃうんですかね。でそこが、血栓の親玉みたいになって、そこから次々に血栓ができて飛んでっちゃうっていうことなんですかね。確かに。何なんですかね。すみません。本当にわかんない。わかりました。ちょっとですね、それを思ったのと、それからやっぱりこの心臓手術をする方っていうのは、その人口のっていうか、AF を持ってる患者さんに全体に比べてかなり少数だと思うので、このメリットを享受できる患者さんっていうのは極めて限られちゃう人なのかなっていうことと、心臓手術ができる、全身麻酔がかけられるような状態のいい若い人に限られちゃう。ということなのかなっていうのはすごく思いました。で、大塚先生がやられている、まあ、ウルフ大塚法ですかね。非常に低侵襲で左心耳だけ取っちゃうっていう方法も今あると思いますし、それ、里見先生が詳しいのかな。そういう方法も、もしこれ本当に左心耳がいらないっていうことであれば、やっぱり積極的に考えていいのかなっていうふうに思ったのが一つと、あと、右心耳って何やってるんですか？そうなんですよね。右心耳はなぜか血栓できないんですよね。静脈系だから。はい。で、静脈系の方が難しいですね。右心耳はそうなんです。全然表舞台に来ないんですよ。右心耳に脚光が当たったことは多分歴史上はほとんどないと思うんですけど、まあ、血栓はいいとして、さっき、柴田先生が、バックグラウンドで話していた、NP、ナトリウムリネオペプチド、の、を、まあ、左心耳って、まあ、出してる可能性があるっていうふうな話でしたけど、
であれば、右心耳も同じようなことしてんのかなと思ったんですけど、そういうことではないんですかね。右心耳は出してるみたいですね。あ、右心耳は出してる。なので、左心耳を取った後も、NPK が保たれるのは、一応右心耳があるからっていうのが、仮説みたいですね、それも。なるほど、ね。全然わかんないけど。左心耳、右心耳を取ったらわかんないかもしれない。両方取っていただきたいけど、取れるんですかね、あんな、このペランペランなところにね。はい。以上です。ありがとうございました。ありがとうございます。でも右心耳あれですよね。あの同血説とか近そうですよね。なんかちょっと危なそうな感じもしましたが。なんかその左心耳取っちゃって、ナトリウムイオンペプチドが低く下がってしまうんであれば、まあ案に足してあげるっていうのも一つの、まあ、回避の方法なのかなっていうのは聞いててちょっと思いました。あ、面白いですね。いつも AF とワッチマンに強い安倍先生、最後にコメントありますでしょうか。今日は難しいですかね。不発に終わりますね。はい、今日は難しそうです。それでは、最後に MVQ また MVC 柴橋先生いかがでしょうか。あ、MVC 優勝ですね。一番最後に発言した人が一番いただくというパターンですね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。今日は ACC よりラストトライアルですかね。心房細動もしくは、心房細動患者さんに、心臓病手術をするときに左心耳を取ってくると、まあ、全身の側栓症イベントが、まあ、減少するだろうという結果でしたが、まあ、全ての患者さんが抗凝固薬を飲んでいるので、まあ、抗凝固薬の、まあ、大切さっていうのはやはり残ってますし、まあ、でも一方で取ってくることのメリットっていうのは限られた患者さんかもしれないがありそうです。というわけで、まあ、旅行に行ったときに髪を切ったぐらいがちょうどいいという、柴橋先生のメッセージは伝わってきたかなと思います。今日もコロナに気をつけていってらっしゃい。